もー、鳥の爪団外です。以前デモ版を3本ほど投稿し、多くの方に見てもらった家具や物に変身して殺人鬼から逃げるマルチホラーゲームプロップナイトがついに正式リリースされました。しかもですね、ありがたいことにデモ版の動画をきっかけに開発会社さんからメールをいただきまして、製品版のスチームキーと動画用の素材を提供していただきました。ありがとうございます。もうこれは自称公式配信者くらいは名乗ってもいいんじゃないかなって思ってます。さて今回なんですけども、発売初日にいろいろプレイして分かったことや製品版の特徴などをざっくりと解説しつつ、デモ版の時にはあまりプレイできなかったキラー側でやっていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょう。スタート。取り詰め。さあということで、まずちょっと翻訳に関してのお話をしていこうかなと思うんですけども、こちらのプロップナイトというゲーム、発売前はですね日本語翻訳もあるよっていう表記がされてたんですが、いざ発売当日になって確認してみると日本語はありませんでした。で、スチームからもジャパニーズ、日本語翻訳の記載が消えていたっていう感じになりますね。ただ現状かなりの、言語に対応していまして、今後のアップデートで日本語も追加されるんじゃないかなというのが予想できます。一応開発会社さんからそのメールをいただいたときに、日本語翻訳もぜひ今後のアップデートでお願いしますみたいなことを軽く、一応お伝えしといたので、してくれるといいねっていうところですかね。まあ現状2000円くらいで買えるゲームということもあって、非常に作りとしてはシンプルな感じですかね。まあデモ版の時にはできなかったカスタムゲームがまずできるようになってるっていうところと、クイックプレイの方は、どっちか、サバイバーキラー選ばないよっていうモード、サバイバーだけでやりたいよ、キラーだけでやりたいよっていうような検索の仕方ができます。まあ、あとカスタマイズ要素とかで言いますと、スキンとかもどうやらあるんだけども、これどうやって解放するのかの条件がね、記載されてないんですよね。なんかよくわかりづらいなーっていう感じではあります。で、なぜか、この猫耳のやつ、デモ版の時にも見たことのないスキン使ってる人いるなんてこと言ってたけども、なんかこれだけ最初から解放されてましたね。まあ、あとはそのバナーとかのセッティングみたいのもできたりするかな。こんな感じです。ということで、じゃあまあ実際にキラーの方をプレイしていきましょう。さあということでやっていきましょう。デモ版の時にはですね、キラーが3体だったんですけども、この3人だったんですが、右側の2人が追加されましたね。こちらのバイオ8に出てきそうな感じの、女の子と、もう一人バニーちゃん、チェーンソー持ちですね、この2人が追加されました。どうしようかな。今回ハウスっていうちょっと小さめのステージなんだけども、バニーちゃん行ってみるか。難しいキラーなんだけども、まあ、いわゆるそのデッドバイデイライトでいうとこのヒルビリーみたいにチェーンソーを振り回しながらガーッとダッシュできるっていう感じかな。あんま小回りが効くキャラクターではないんだけども、あとねボムが投げられたりとか、そのチェーンソーの音を別で鳴らしてる風にフェイクをかけたりすることができるって感じかな。索敵能力っていうよりかはその騙して、あとはその自分の移動速度で、敵を追い詰めていくっていうようなキラーになるかな。これ見た目めちゃめちゃ好きなんだよな。耳もちょっとかじられてる風だしね。頑張っていきましょう。まあ、とりあえず楽しんでいこう。結構ねこのゲームキラーしんどいんで、だんだんあの顔が真顔になってくること多いんですけども頑張っていきたいところ。うえー、どうもどうも。いきなり、瓶に与えていく。あいよこれは結構ラッキーかも。椅子こっち側にあった気がするな。あったあった、よしよしよし。まず開幕処理しっかり椅子に縛っていく。じゃあちょっと試しに使ってみましょうか。 Q ボタンでそのフェイクをかけると、これ今ねほら音がちょっと遠くで鳴ってる風になってますよね。これでそのチェーンソーが、あ今あの辺にいいんだなみたいな風に思わせることができると。さあ救出されましたね。こっち側から行こうかな。結構足速いでしょ。こうぐーっとぶつかんないように行けばこういう感じで行けるんだけども、足音ちょっとしてたけどな。あとこの E ボタンはボムがこれ投げれるんで、ちょっと範囲攻撃みたいな感じでもあるから、敵がもしかしたらこの辺に隠れてるかもって思ったら炙り出すのにも若干使えるかな。さあ今そこスキルチェック失敗したんで行きたいところなんだけども、おお、ラッキーラッキーラッキー。ちょっと素直に来すぎちゃったかなと思ったけども、まあまだまだね全員初心者なんでここに椅子あったはず。よしよしよし、はいよ。2人目。まあ、基本は3回、デッドバイとかと同じように3回吊るすと、敵がやられますね。で、プロップマシンは発電機を蹴るみたいな感覚で、うん、こうやってブレイクすることもできますね。若干それで遅らすこともできるかな。ここには確か人形はないぜここ意外と覚えやすいところ。
あージャンプされると厄介。はいよ、オッケーオッケーオッケー。だんだんだからそこにこう人形がないぜみたいなのがだんだん分かってくるとキラー側が有利な感じにもなるかもなと思ってるんですけども、とはいえなかなかねマップも2つ増えてたりしますし、だからね覚えきるのは大変なんじゃないかなって感じはしますね。あ、下行ったかもな、これ足音してたよね。あ、だよね、今助けられたな。こっちが来るか、見隠したね今。あ、いたいたいた、よしよしよし、ボム。こんな感じでボムはやばいやばいやばい、怖い怖い怖い、スタンとかさせないでね。ボムは、なんて言うんだろう、敵の逃げる範囲を制限するために使うみたいな感じなのかな。あんまり俺デッドバイデイライトめちゃめちゃ詳しいわけではないんですけども、クラウンのあの瓶とかでちょっとその行動を制限していく感じあるじゃないですか。ああいうような使い方が強いのかなって気がしますね。ダメージもめちゃめちゃ出るわけではないから。オッケー、こっち側しかいないよな、そうだよな。もう完全に角だったもんな。もう一人いるけど先に縛っちゃおう。どうも、はいよ、バレてるって。それは無理があるんじゃないかな。よし、さあ下降りて、そこにも椅子があるからいけるかな。よいしょ。このバニーちゃんの着ぐるみ感いいよね。ちょっと人っぽさが残ってる感じの着ぐるみっていうの不気味だよね。さあこの辺にちょっとフェイク一応音鳴らしといて、で上からもう一回あの椅子のあたりに戻っていく。来てないか、いやでも足音してる、近い近い近い。左からぐるっと回ったか。あ、いたいたいた、その本。そうだよね、おいもう一人、えいえいえい、そのまま全員ダウンしちゃうぜ。どこだどこだ、いやもうやっぱ見失うな。あ、缶になった。オッケー、で椅子がそこにまずあるからこれで全員ダウンの状態かな。よし、イエー、いやこれ結構早かったかも。椅子があとあるかだな。椅子上とかか、あ上にはあるな。あそこ使っちゃってんのか、椅子があんまないな。この人復活するかも。いやー間に合うか。結構椅子がね足りないってなるときあるんだけど、いやギリ間に合った。よしよしよし、ということで4人全員全滅させることができましたね。こんな感じで製品版もねまた新キラーとか追加されてたり、マップもね2つ新しく追加されてるので、その辺もまた動画で紹介できたらいいかななんて思ってます。今後のプロップナイトの動画更新気になる方、ぜひチャンネル登録してトリノツメダに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。